どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ウォー実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が 0.4%。はい、これまでの流れをご覧いただいている方には、ですね、よくわかっていただいていると思いますけれども、限りなく高段に近づいてきて、おります。で、この達成率が、この間までは、0.0%、つまりもう本当に 0% の中で、0% になってから2回負けて、あと1回負けたら多分高段だろうっていうところまで行って、今 0.4% まで盛り返しているという、盛り返しているうちに入らないけど、そういう状況でございます。で、今日何本か、収録してるんですけど、デイリー勝率が7勝15敗、デイリー力 0.79 相当ということで、1級の方とかにもバカスカ負けてます。ということで、とにかくですね、この 0.4%、死守したいところではあるんですけれど、今日の、配信が、講談配信になる可能性結構高いです。で、どんなに長くても、50分まで、収録時間が50分超えないように、収録していこうと思っております。その間に講談したら、その時点で、一応、区切りをつけると。で、もし、達成率が3%、4%ぐらいまでもし上げていくことができるのであれば30分ぐらいでもう収録終わろうというふうに思っておりますのでお付き合いいただければというふうに思っております。収録時間が伸びすぎてしまうと、データ保存ができなかったりするんですよね。ちょっと PC のスペック低かったりするんで、データ重くなっちゃったりとかして。はい。というわけで、やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけれども。さあ、お相手2段の方ですね。加藤一二三先生。勝たしてください、加藤一二三先生。先生。二段から落ちたくないです。一二三先生と安西先生って似てますよ。大きく分ければ同じジャンルですよ。安西先生と加藤一二三先生って。フォルムが。さあ、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。マジでそんなこと言ってる場合じゃないから。角上がるか。はい。これで切ってくるとかもあるかな。なんかめんどくさいやつ来た。金で取っちゃダメ？金で取っちゃダメですか？2分30秒。はい。これで一回棒銀決めに行っちゃダメですか？銀ならずでいこう。うわ、切ってきたー。怖えー。すいません。ちょっとくしゃみが出てしまいました。角打っちゃおう。2分。ここに銀打ってきてくれ。あ、金か。飛車が入ってくるでしょ。それで負けになるかっていう話なんだよね。1分30秒。いや、金取っとくべきだったかな。金取っとくべきだったでしょうね。金取っとくべきだったでしょうね。金取っとくべきだったでしょう。詰めろ。1分。これも詰めろ。リアルな話すると、相手に金渡すと結構まずいっていうのはあるんで。負けたか。これ勝てなかったな。全然勝てなかった。こう金打ちで死んでるか。ちくしょう。30秒。まあ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 。20秒。投了です。悔しいじゃろ。はい、この悔し涙をこれで 0.4% だったのが 0%。 今日講談ですね。講談きます。お前が先手だ。さあお相手初段の方一瞬押してます。講談来るよマジで。皆さん心してお待ちください。でも本当今目がねバキバキですね。桂馬跳ねてこないで。もう嫌なんだよ。桂馬跳ねてくのが一番嫌だ。一番嫌だ。この角をどうにか咎めていきたい。これ角咎められるけど咎める価値があんまりない。一歩交換しとこう。とりあえず手元に歩がある方が安心だ。はい、角回避。トラップに引っかかるところだった。やばい、ちょっと考えちゃった。時間がやばい。時間まずいっすね。時間がまずくて、とりあえず一回ここに角打ちか。とりあえず飛車を消し去れば問題なくなるはずなんで。引け引いて欲しかった。ただ駒得だね。これで駒得。2分。飛車を消し去れば相手の陣形的にかなり難しい陣形になると思うんで、角だけ気をつけて、あ、やばい、大丈夫だ。これだったら大丈夫。角気をつけていって、ここに引いとけば大丈夫か。桂馬ね。桂頭の銀。とりあえず銀打つ。でと金これ作ってここに歩打ってこの竜を自由にしよう。それぐらいしか今考えられない。なんかいい手とか全然見えない。普通にここにピンなられるの嫌だけど。1分30秒。相手不切れだから。でしょ。で、1分。いやー、これはもう取る一択でしょ。これで勝てるかどうか。これで勝てなかったら終わり。こっちに逃げていける。でもこれもこっちに逃げていけるから、はい、これで、はい、これで、これ詰めろになってるはずなので、これで勝たしてくれませんか。これは金打ちで勝ってるよね。はい、対戦ありがとうございました。お前なら諦められるかもしれんの。将棋ウォーズの王道を。はい。0.9%。ちょっとずつ上がってきたよ。この辺でね、三段とか当ててくるんだよね。意地悪な神様は、将棋の神様は、将棋ウォーズの神様は。それ、鬼神のことですけど。さあ。お前が達成率回復したいですね。三段、ほら三段当ててくるじゃん。救いがあるとすれば1回勝ってることですね。メグスペですね。お相手得意戦法。穴熊にくくる可能性あるんで気をつけていきたいんですけど、と思ったら振り飛車じゃないんだ。穴熊じゃないっすね。なんか自分もな、ちょっとこれだけ薄い陣形でやってると、居飛車穴熊とか覚えた方がいいのかなとか思うようになってきちゃいますね。まあなんか、僕は完全に居飛車党なんで、死んでも飛車振りたくないんですけど、っていうか、振り方がわかんないっていうか、振り方がわかんないんで、普通に。これ、桂馬の頭、弱点になるでしょ。なり得るでしょ。これ、桂馬の頭、軽率じゃないの、これ。ねえ、どうなんですか。桂馬の頭は弱点ですよ、完全に。はい、とりあえずね、相手の狙いはもう明確に分かったんで、角ぶった切ってきてここの棒銀決めようっていうのは見えてたので、それだけは絶対やらせないよっていう戦い方をしようと思いました。実感は30秒勝ってるけど、3段相手に30秒勝ってても全然生きた心地とかはしないです。こっち取る、角取る、まあ、これ角取るよね、普通ね。相手が何をしてきても、相2分何をしてきてもここにとりあえず角打てばちょっと待ってね一回王手しようね。一回王手してでこれ負けるのか。そこに銀か。1分30秒。お前がバカアホやんちょっと待ってくっそ 0.5% ちょっとしか減ってないからこれ次の勝負で勝てれば 1% 台乗るんですけど 1% 台乗らしてくれ。一級の方これね怖えんだよね。3連勝中でしょ。今僕の実力は1級とかないんすよ。普通に1級とか全然なくってこれはちょっと嬉しいな。さあまあ、一歩交換しておこうかな。この銀打ちはちょっとよくわかんないっすね。はいここに一回ふーっと置いて、まあ、なんだったら金寄って王様入っちゃうっていうのでもいいかもしれないです。2分30秒。まあ時間で負けても意味ないから、時間で負ける意味はないので。はい。これで歩ついていきましょう。はいこれでどっか行ってもらって一歩回収しておいて、これ王様早く入りたい。王様早く入らせてもらいたい。ああそして飛車回りもあるか。ここ歩打って飛車回りあるか。これ銀バサミがあります。2分。飛車が死ぬんじゃないのこれねえ。そうですよねそうですよね。これで一回銀引いといてここの角打ちをねケアしておくっていうことですね。銀とりあえず一回ふーっといってっていうかこれ飛車慣れるしね。とりあえずなろう。なろう小説。1分30秒。これちょっと嫌か。嫌ですね。銀タダだし。ああ、そっちなんだ。それちょっと助かったか。いや、時間もあんまりな。ないしな。飛車打っといて。桂馬もらって。でも相手何もないから、駒が。駒がないので、こうなんかトーテムポールみたいになってるこいつらを咎めていけば、歩は欲しいんだよな、こっちも。言うて歩は欲しい。1分。これ詰めろです。詰めろ。はい、対戦ありがとうございました。よし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 。将棋ウォーズの王道を 1.2% 上がってきたよ。ちょっとずつ上がってきたよ。あー、勝ちたい。お前が後手だ。さあ、お相手2段の方ですけど、台風持久戦3級という、台風持久戦に凝ってるのかなんだか知りませんけど、得意戦法は低い。3級ってどういうこと？得意戦法3級って何？それ以外の戦法3級以下っていうことだもんね。そんなことある？とりあえず、あー、ここ突き越されたのちょっと嫌だった。嫌だったな。突き越されたの嫌でしたね。普通に。これ、角交換、あー。ちょっと端だけついて、これマジで突き越されたの嫌だったな。あ、やべえ、それ。それちょっとまずいかもしれない。やばい、ここで負けたくはないんですよね。2分30秒。ここで負けたくないですよね。やばい、これ一回引いとかないと。相手の系統を攻めていくっていう形にした方がなんかいいような気もするし、いや、でもちょっと待ってね。これで一回これ銀上がった方が良かったかな。あ、そこに、なるほどね。だったらここ歩打たしてもらおう。これ一回銀上がっといて、で、飛車回っていく。で、なんだったらちょっと穴熊に組んでいくみたいなことまで考えていきつつ、これちょっと残念な結果ですね。あ、これ銀引くか。2分。こっち歩がないんだよな。これさ、もう角をさ進めていくってのはどうなの？もうなんか張り付いていく。これで1分30秒銀バサミに合ってるじゃん。これがあ、これ筆者に当てていってでここの桂馬意味ないか。ここの桂馬意味ないけど一回やってみたいよね。何かが起こるんじゃないかという期待がそこにはあるから。何で来るかっていう話。角で来んのか金で来んのかっていう話。これはちょっと終わったくさいな。1分。これもう王様で行くしかないもんね。そんなこと言われてもって感じだもんね。でまあ、ここに歩打つしかないか。銀打たれてももう銀なんか打たれてもそんなこと言われてもみたいな感じだもんね。一回ここに歩打っとくか。金上がる？歩打たれる。歩打たれて残り37秒。これで負けか。30秒。こうか。20秒。ダメかー。ちくしょー。勝利はすぐしょー。0.8%。0.8% ね。さあ、収録時間、今28分ぐらい、ですね。30分に差し掛かろうというところで、まあ、50分までは、収録しようと思っているので、まあ、講談するのか、達成率が 3% ぐらいまで乗って、ああ、もう大丈夫って、2級だ。しかし、この2級は怖い。私はさっき2級に限りなく負け、そうになりました。限りなく負けが近づいたところまで行きました。2級を相手に。さあ、時間。なんか、その2級の方を相手とかだと、慎重に行き過ぎて、時間めっちゃ使っちゃうみたいな傾向があるんですよね。その傾向をちょっと認識しながら行きましょう。さて来い。どうする？隠れてくる。隠れてくるのが一番嫌です。今の局面で言うと。なので、銀、こっちに出るとこ、角ケア用に。いやー。でしょ？いや、そうだと思うんだよね。あ、やばい、間違えた。あ、なんかいろいろ間違えてる。2分30秒。間違えてる、間違えてる、間違えてる、間違えてる。叩きの歩。やばい負ける負ける。あ、これほんと笑えないやつだ、笑えないやつだ。ちょっと待って待って、マジで笑えないやつ。風疲れて桂馬跳ねてふんどしの桂決めて、ちょっと待って、笑えない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 。笑ってる場合じゃない、マジで。おい、笑うな、笑うなよ、そこのお前。私のことですよ。笑ってる場合じゃないからね。金がこっち行ってくれたの助かるか。銀も1枚打たれて、2分。相手に銀渡すのめっちゃ怖くなってくるな、これ。銀渡すのすげえ怖え。なんか銀渡したら終わりという気がする。これで負けになるから1分30秒負けになるので、ここに桂馬を打って、置きます。ちょっと待ってよ。1分。ここに角を打って、で、銀打って、で、飛車離して打って、で、銀打って、これで竜入って、30秒。30秒。30秒。20秒。勝てる。とりあえずこれで逃げられるから、逃げられるので、はい、これは飛車で王手できるから、これで10秒詰み、あ、詰みまでいってないのか。あれ、なんで今逃げられた。あ、こっちに逃げられるのか。そっか。でもまあ詰みでしたね。よし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 。2級に、なんか負けそうになりながら勝ちましたね。1.2%、1.2%。よし。1.2% です。いやー、これは怖い。さあ、お相手初段の方。試験飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、お相手4連勝中。いくらね、相手がね、4連勝してようが、5連勝してようが、関係ないっすよ。こっち負けるわけいかないから。1試合だって負けるわけにいかないっすから。嫌ですね。あ、こう来るつもり？一歩持ち、ここの歩ついて、歩が欲しい、今。激烈に。2分30秒。歩が欲しい。歩しか欲しくない。戻るでしょ。待って、この時に取って歩取って叩きの歩、ダメかこれ、負けだ、駒損だこれ、駒損ですね。ここに歩打ちたいけど打てる歩がないっていう状態なんで、やばい、銀打たれる。香車飛車はゲットできたな、なんか知らないけど下から香車打つか。はい、もう一つ打とう。なんか勝てないかなこれ。1分30秒。これ勝たしていただくわけにはいかないか。バカすぎでしょ、我ながら。取って取ってもう行くしかないよね。行くしかなくて、行くしかなくて、歩打ってここの金が意外と心強いっていう。もう一歩あるのが嬉しい。これは、飛車取られるの忘れてた。飛車取られるの忘れてました。飛車取られるの忘れてましたね。1分。これ、完全に。こっち、あ、逃げ出すつもりだよね。そうだよね。いや、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ここに銀打つか。いや、金でもよかったな、今。一瞬。金でもよかったかもしんない。はい、これ詰めろです。この銀が取られようと詰めろだから。いやー、来たね。いや、負けてるこれ。負けてる可能性ある。桂馬。30秒。いやー、これはさすがにでしょう。はい、ありがとうございました。よっしゃー。お前なら極められるかもしれんの。ありがとうございました。将棋ウォーズの王道。達成率 1.9。このね、1.9 っていう数字相当安心感ある。ずっと 0% で戦ってきたもん。ちょっと今日あと1試合だけでもいいっすか。そもそも収録時間相当長くなってるし、40分は超えてるし。ちょっとあと1試合。さあ、2段の方。この方倒せたら相当大きいっす。三間飛車ですね、お相手。さして早い。じゃあさっきの人さ、4連勝中とかだったから、そこに勝ったのが結構でかいよね。穴熊はやめて。よし。鳥刺し。あ、なんか変な形だ。角銀なんとか。これ銀こっちからいくか。あ、でもこれ角がな。やばい、いつものパターンきた。2分30秒。これこうでいいか。で、飛車浮いて、はい、これで、おお、なるほどね。なんかわかんないっすね。とりあえず1回、相手4歩あるよ。4歩ってずるくない？ 4 歩って普通にずるくないですか？これで銀になっていく。銀ならず。これは銀でいくか。で、銀で取って、銀打って、で、これで一回引いて、で、これ金浮いてますよーで、そうね。これで、もし取ってきたら、ふんどしの桂。うん。いや、時間トントンだよね、これね。でもトントンじゃまずいんだよ。二段相手に。圧倒的に時間勝ってないと。圧倒的に勝ってないとまずいんだよ。これ、ここに桂馬打つか。あ、なんか銀使ってきてくれたぞ、相手。これちょっと嬉しいんじゃない？もしかして。自分としては。あー、なるほどね。そういうことか。これは角打ちがあります。30秒。はい。でこれで飛車打って角に当たってますよ。でと金作っていってじりじりいくのが大丈夫、そんな時間あるみたいな感じ。願わくばこの飛車まで使っていきたい。いやめっちゃ考えてくれてる、助かる。ああ通信不調きたー。よーしよーし、帰ってくんな、マジで帰ってくんな、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 お願いお願いお願い、帰ってこないで、お願い帰ってこないで、お願い帰ってこないで、お願い帰ってこないで、帰ってこないでください、帰ってこないでください、お願い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 、はい、今日はこれで配信、終わります。収録終了。達成 3.2%! 素晴らしい。素晴らしい結果ですね。はい。いや、だって一時はさ、0% まで行って、0% から2連敗とかしてたから、これ高段でしょうっていうところまで行ったから。いや、これは今ね、深夜2時。深夜2時。よし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 。来たよ。これは助かる。これは助かりました。あー、ほっとしたー。でもね、依然ね、いつでも降段する、降段ライン、もう踏み越えてるような状態なんで、はい、心を引き締めて、勝って兜の緒を締めよう的な感じで、次回収録に臨みたいと思っております。今日はね、何本か収録してるんですけど、この何本か収録してる中で 0% までいってるっていう収録がありましたので、まあ、今日は、もう深夜2時なので収録やめますけど、明日以降またちょっと頑張っていこうと思っておりますので、ぜひぜひ、応援してください、本当に。こんな私でも応援していただけると、ちょっと頑張ろうっていう気持ちにやっぱりなります。ぜひとも応援してください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。